ジョゼフ・マリー・ジャカールはフランスの発明家。ジャカード食器というプログラム可能な初期の食器の,の開発で知られる人物。ジャカード食器は他のプログラム可能な機械の開発にも重要な役目を果たし、後のコンピュータの開発にもつながっている。まず第一に、ジャカールのせいと思われている。ジャガードは本来のせいではない。彼の祖父は小沢さんで、その子孫は リオンの同じ地区に住んでいた。そのため、それぞれの系統をあだ名で呼ぶようになり、彼の系統は、ジャガードのシャルルと呼ばれた。このため、彼の祖,祖父は、後付けで、バルテレミー・シャルル・ジャカールと呼ばれた。ジョゼフ・マリー・ジャカールは1752年7月7日、リオンで生まれた。旗織りの親方だった父ジャン・シャルルの9人の子供の一人で、ある。 しかし、大人になるまで生き残ったのは、ジョゼフと姉のクレメンスだけである。父は、裕福だったが、ジョゼフは13歳になるまで、学校教育を受けておらず、文豪だったが、出版業と本屋を経営していた義理の兄から、教育を受けるようになった。その義理の兄はジョゼフに学者を紹介して、さらに教育を受けさせた。母は1762年、 父は1772年に亡くなり、ジョゼフは父の家と家業、どう畑、採石場といった財産を受け継いだ。その後ジョゼフは不動産売買にも手を出している。1778年には自分の職業を、旗織りの親方及び絹商人と称していた。1778年7月26日、クローディーヌ・ボワションと結婚。彼女は、 リオンの中流階級の未亡人で、財産も持参金も持っていた。しかし、ジョゼフは、間もなく多額の借金をし、訴えられた。夫妻を返済するため、ジャカールは、父の遺産をすべて手放し、妻の持参金も使い切った。幸運にも妻は、リオン近郊に家を持っており、夫妻はそこに移り住んだ。1779年4月19日、一人息子の、 ジャンマリーが生まれている。1800年までにジョゼフは発明に手を出し始めた。1800年にはペダル式食器、1803年には漁網用食器を考案し、1804年にはパターンのある絹織物を自動的に織れるジャカード食器を作り始めた。しかし、彼の発明はどれもうまく機能せず、失敗に終わった。1801年、ジャカールは、 彼の発明品をパリの産業百覧会に出展した。1803年、ジャカールはパリに呼び出され、フランス国立工芸院に所属するようになった。そこには、ジャック・ド・ボーカンソンの食器が展示されており、ジャカールはここから、自分の発明品の様々な改良のヒントを得、徐々に発明を完全なものにしていった。彼の発明は食を失うことを恐れた絹の、 はたおり職人らに強行に反対されたが生産性が上がることからどんどん採用されていき1812年にはフランス国内で1万千台のジャカード食器が稼働していた1806年ジャカード食器は公共財産と宣言されジャカールには年金とロイヤリティの支払いが約束された1834年8月7日ジャカールは ローヌケンウランで亡くなった。その6年後、リヨンに彼の銅像が建てられた。その場所は1801年に彼の発明した食器が壊された場所だった。ジャカード食器ジャカード食器は穴を開けた厚紙を使った機械式食器であり、厚紙の一行が織物のデザインの一行に対応している。厚紙には多数の穴の列が開いていて、 それをデザインに従って順番につなぎ合わせて使う。バジレーラ・ボーチョン、ジーン・ファルコン、ジャック・ド・ボーカンソンの発明を踏まえた発明品である。ジャカード食器について論じるには、旗織りについての基本知識が必要になる。一辺の布を作るには、まず縦糸を矩形の枠に貼る。無地の布を作る場合、縦糸を一本置きにわずかに持ち上げる。 その隙間に横糸を縦糸に対して直角に通す。ついで持ち上げていた縦糸を下げて、逆に持ち上げなかった方の縦糸を持ち上げ、横糸を逆側から同じように通す。このプロセスをずっと繰り返すことで布が折られる。縦糸を持ち上げるパターンを変えると、布の質感を変えたり、色を変えて、パターンやデザインを布に与えることができる。 縦糸をどう上げ下げするかを手作業でやると非常に時間がかかり間違いやすい。ジャカード食器はこれを自動化することを意図したものである。このプロセスを自動化しようとしたのはジャカールが最初ではない。1725年、バジレーラ・ボーチョンは通常の食器にセットする穴を開けた幅広い細長い紙のアタッチメントを発明し、 それによって持ち上げる縦糸を選べるようにした。ボーチョンの発明の基本は、フックの並んだ機構にある。穴の開いた紙は、フックの列に対面する、穴の開いたシリンダーに、セットされる。そしてフックを押し付けると、紙の穴に対応したフックは縦糸を持ち上げる紐を、引っ掛けることができ、穴の開いていない部分に当たったフックは、単に滑って、縦糸を持ち上げられない。 こうして、紙の穴に対応した縦糸だけを持ち上げるのだが、これで操作できる縦糸の本数は少なく、発明は失敗に終わった。1737年、リオンの木の折りの親方ジーン・ファルコンは、ボーチョンの機構を改良して扱える縦糸の本数を増やした。彼が開発したアタッチメントは、紙の幅を広くし、フックを複数行配置して、 市場の複数行の穴を1回の折に対応させることで扱える縦糸を増やしたものである。紙は、ボーチョンと同様にシリンダーにセットする必要があった。この食器は、ある程度成功を収め、1762年までに、約40台が売れた。1741年、自動人形で知られる、フランス人発明家、ジャック・ド・ボーカンソンは、 絹織物工場の検査官となった。1747年から1750年にかけて、彼は、ボーチョンの気候の自動化を試みた。縦糸を持ち上げるフックは、長いピンを押し付けることで働くようになっており、穴の開いたシリンダーに選択的に穴の開いた紙をセットし、ピンをそこに押し付ける。穴があるとピンはそこを通過して、 フックを動作させ、穴が開いていない、位置のピンはフックに到達できない。防寒尊の最大の改良は紙を一つずつ送り出す、ラチェット機構を追加した点である。しかし、防寒尊の食器も成功には至らなかった。イギリスと競合していた、フランスの繊維産業を元気づけるため、1802年から、ナポレオンド・ボナパルトは、リヨンに、大量の絹織物を注文し始めた。 1804年、リオンの絹商人、ガブリエル・ディータルーに頼まれ、ジャカールは、フランス国立工芸院に展示されていた防寒村の食器の研究を開始した。そして、防寒村の食器で使われていた、細長い紙をやめ、ファルコンの使っていた、パンチカードを使うようにした。ジャカード食器の可能性は即座に認識された。1805年4月12日、 ナポレオン夫妻がリヨンを訪れ、ジャカールの作った食器を見学している。1805年4月15日、ナポレオンは、ジャカード食器に関する特許を、リヨン市に与えた。その見返りとしてジャカールは、生涯続く3000フランの年金と、1811年まで、食器が1台売れるごとに50フランのロイヤリティを、受け取ることになった。ありがとうございます。